今日はですね、男の四大弁当の一つ、カツ丼をね作りたいと思います。カツよし、玉ねぎよし、 OK、 それじゃあいきます。でね、カツに切れ目入れてます。あー、いい音、いやー、あー、この音、音はいいね。あー、ザクザクいってる、すごいよ。あー、ザクザクいってる。さあ、あと材料切り終わりましたんでね、いきたいと思いますが、今回はちょっとどんぶりさんにお力をお借りいたします。それではいきます。でですね、その間にご飯を圧縮します。これね、すぐもう餅のようになってますね。半分まで圧縮しました。もう餅です。よし。で、玉ねぎがね煮えてきましたので、とんかつを入れたいと思います。これでね、じっくりとね、味を染み込ませようということです。しばらく煮込みます。はい、もうトロトロですよ。トロトロ、とんかつがね、美味しい味を吸ってトロトロになってます。ここにね、卵を入れたいと思います。はい、卵はね、半分入りました。もう少し入れようかな。これでね、しばらく煮込んで、したいと思います。はい、非常にいい感じですね。ラストに、最後に溶き卵を少し入れたいと思います。で、火を止めてしばらく蒸らします。はい、はい、さて、では出来上がったとんかつを蒸したいと思います。おお、これはうまそう。すごいですよこれ。あ、カツ丼、やはり男の王道だわこれ。すげえ、見える？おお、トロトロ。さあ、そこでですね、つぼ漬けね、つぼ漬けを一味応援に入れたいと思います。もううまい、もううまい。でね、まあ熱いホットですのでね、梅干しを1個入れときますね。はい、さあ、蓋閉めますよ。覚えておいてください、この美味しさ。蓋閉まるかな。あ、やっぱり閉ま…あ、ちょっと待って、横から見て、もうすごい、あ、こんなうまそうなのもあり。はい、蓋します。そしていつもの通り上から保冷剤ね、これで出来上がりです。イエーイ。はい、今日はですね、昨日とは打って変わってすごいいい天気です。暑い。さあ、では暑い中、男の四大外食弁当のうちの一つ、カツ丼弁当を食べたいと思います。今日も、昨日と同じく朝から何も食べておりませんので、お腹がペコペコ状態でございます。さあ、
感動の開封シーンをですね、やりたいと思います。暑いだな。ジョン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 、いきまーす。これはすごいよ。すごすぎるぞ。カツ丼でいっぱいだ。これは期待できるんじゃない？やっぱ男の四大外食弁当のうちの一つだね、カツ丼。それではいただきたいと思います。おおお、すごい、ほら、あはははあ、おお、うん、おお、うまいんだお前。やっぱ男の外食弁当の一つに当てはまるわ、これ間違いない。うまっ。これは美味しいな。そう考えると天才だね。うん、おいしい。うん、この太陽の中食べるのは最高ですね。うん、青い空、照りつける太陽、そして腹ペコ、その時にカツ丼弁当しよう。ほら、カツ丼、とんかつ、もうバックバックいけちゃう、これ。ただでさえとんかつ美味しいのにね、これにだしと卵を混ぜようなんて欲張りすぎ。お茶だ、忘れた。こういう天気のいいところでね、食べるご飯ほんと最高。うまい。よろし
酸味があって美味しい。前ね、ある本読んで書いてたんですけど、俺はとんかつは脂身しか食わねえみたいな人がいて、馴染みのとんかつ屋に行くと脂身とんかつ、肉が全く入ってない、あの脂身のみのとんかつを食べてるらしいです。うめえとか言って食べてましたけど、本当かね、何のかなそれ。豚の脂は美味しいですけどね。だけど脂身だけっていうのはちょっときついんじゃないですか。お腹空いてる時に好きなもの食べる幸せで、ほんと幸せですよ。ありがたいありがたい。こんなカツオで食べれるんですからね。風が気持ちいい。今日のとんかつは、カツ丼は玉ねぎが丸々1個入ってますんで、ね、なんか美味しい。これがトロトロで、うまい。今日のカツはですね、買ってきました。自分じゃちょっとね、上手に揚げられないんで、油が少ないとね、ダメですからね。もうすぐないよ。早いな。梅干しうまい。ちょっと4大外食弁当の3つまで来ちゃいましたね。あと1つ何かな。いろいろ候補があるんですよ。まだ今の時点では絞りきれてないし、
食べちゃった。早い。完食でございます。ああ、美味しかった。間違いなく四大外食の、四大弁当の一つですね。カツ丼は。うまかった。さあ、ご飯も食べたし、今日は太陽の中を電車サイクリングと行きましょうか。ぼちぼちブラブラ行ってきますよ。皆さんもね、有意義な休日を過ごしてください。うまかったずら。それではバイビー。